ない顔だな。誰だ？私の名はマリナ。お前、ビクトリーズの高場亮だろ。パパが昔その名前を口にしてたよ。まさかこんなところで会えるとはね。パパ？それがあんたのマシンか。なるほど。確かに面白そうだ。倒しがいがありそうだよ。お前が誰だか知らんが、そこをどけ。ネオトライダガーはお前のようなレーサーが叶うマシンじゃない。見逃してやる。ずいぶんと軽く見られたもんだね。それとも偉そうなこと言って、本当はそっちが怖いんじゃないのかい？私に負けるのが。俺は誰にも負けるつもりはない。それなら勝負と行こうじゃないか。パパが言ってたお前の実力、私が試してあげるよ。別に私に負けたって恥じる必要はないさ。ファイアースティンガーは最強のマシンなんだから。ファイアースティンガー？パパが作った最強のミニ四駆。波のマシンとは性能が違う。もちろんお前らグランプリマシンともな。そのマシンでこの俺と勝負しようというのか。面白い。そこまで言うなら受けて立ってやる。そう来なくっちゃ面白くないよ。だが勝負を受けた以上、俺はお前が女であっても手を抜くつもりはない。本当に俺に勝ちたければ全力でかかってくることだ。そんなことを言っていられるのも今のうちさ。ファイアースティンガーの実力、身をもって思い知るんだな。勝負だよ。俺の勝ちだ。文句はないな。復讐を果たす前にこんなとこで負けるなんて。パパ、ごめんなさい。お前が誰でなぜこのレースに参加したかを聞くつもりはない。だが本当に目的を果たしたいのであれば、さらに腕を磨くことだ。悪いな、先に行かせてもらうぞ。ビクトリーズの高場亮。パパが言ってただけのことはある。奴の娘か。さすがにいい腕をしていたな。
そう、そうか。お前も参加していたのか。ここまで勝ち抜いてきたということは、また随分と腕を上げたようだな。もちろん、世界グランプリが終わってからも俺、たくさん練習した。あの頃よりももっともっと速くなったぜ。そうか。それなら、いいレースが期待できそうだな。ジャミン、今とってもいいリズムで走ってる。今なら亮、お前にだって負けないぜ。悪いが、俺のトライダガーも今のところ絶好調なんでな。レースに勝つのは俺だピコ。ここはジャミンの得意なコース。このままリズムに乗って優勝まで行かせてもらうさ。トライダガーも山で鍛えたマシンだ。山岳コースは得意中の得意だぜ。ビクトリーズのみんなにはいろんなことを教えてもらった。特にリョウ、お前には本当に感謝してる。ピコ、ビクトリーズに会わなかったら世界グランプリも最後まで走れなかったかもしれない。最後まで諦めずに走り抜くことを教えてくれたビクトリーズ、俺たちの感謝の気持ちを証明するためにもこの勝負勝つぜ、リョウ。ああ、お前の気持ち受けてやる。勝負だピコ。さすがリョウ、ジャミンも全力で走った。悔いはないよ。いい勝負だった。やはり世界グランプリの時よりも随分と腕を上げたようだなピコ。サンキューリョウ。でも俺もまだまだ練習が足りない。もっともっと練習して次は必ず勝ってみせる。挑戦したければいつでも来い、待ってるぞ。お前のマシン今最高にいいリズム。この調子でいけばきっと優勝できる。頑張れ。ああ、任せておけ。それじゃあピコ、またな。頑張れよ。